今回は玄関を設計する際に気をつけたいポイントについて紹介します。玄関の標準的な広さは3畳程度と言われていますが、住む人数やライフスタイルによって適切な玄関の広さは変わってきます。ベビーカーや子供用自転車を置きたい、アウトドアの道具の手入れをしたいといった場合は、その分の広さを確保する必要があるでしょう。広さは同じでも、縦長の玄関と横長の玄関では横長の方が使い勝手が良く、視覚的にも広く感じることができます。シューズクロークは家族の人数に応じて広さを考える必要があります。日本人の平均から1人当たり約15足分の収納が基本となります。最近ではアウトドア用品などをしまっておける土間収納が人気となっています。他に鏡、コンセント、照明などについても検討が必要です。玄関に使われる床材にはタイルやコンクリート、モルタルなどがあります。それぞれにメリット、デメリットがありますので、家族構成やライフスタイルに合わせた素材を選びましょう。タイル敷きには耐久性が高い、汚れに強い、色や模様などのバリエーションの豊富さなどのメリットがありますが、目地の汚れには注意が必要です。コンクリートは掃除のしやすさ、施工費の安さなどのメリットがあります。モルタルは加工が容易で、凹凸をつけるなどの好みに合わせた施工が可能になります。しかしコンクリート、モルタルは吸水性があるため、汚れが吸収されシミになってしまうことがあります。高級感があり耐久性に優れた天然石は高価になりやすい点が難点でしょう。玄関作りについて考える際には、天井の高さ、玄関から車、キッチン、洗面所などへの動線、玄関の向く方角、道路までの距離など、家全体の間取りとの関係も意識する必要があります。実際にそこに住んでからの生活を具体的にイメージしてみるのが一番でしょう。施工実績が豊富なタクトホームなら、実際に完成した様々な玄関の写真などでイメージを描くお手伝いができます。